こんにちは。私ね、外食に行くときに怖いなと思うのが、なんかね、汚いものをね、混入させるやつがいるってことなんですよ。なんかたまに出てくるんですよね、こういうの。こと盛り付けてるときにポーンとね、なんかこう台の上に落ちたのをピシャッとね入れるのも、まあちょっと抵抗があるんですけども、それはまだ清潔なところに落ちたのをまあ戻すっていうところで、まあいいでしょうね、そういうのはね。でもね、やっぱね、昔ね、こういう話があったんですよ。あの、回転寿司があったんですよね、昔ね、私が大学の頃で。回転寿司でバイトしてるやつが、なんかね、回転寿司のその何、シャリとネタの間になんか異物を混入させて、そのお寿司がこう回っていって、誰が取るかなってからね、厨房から見てるそうなんですよ。で、あー食べた食べたみたいな感じでね、笑ってたらしいんですよ。そういうことをやってバイトを楽しんでるみたいなのを聞いてですね、回転寿司に行くのをやめたんですよ。そういえば回転寿司のバイトのやつら何やってるか分かんねえなと。で、私はもうあの回らないお寿司一本ですね。それから回転しない寿司行くということで、回転しない寿司がいいなと思ったんですよね。もう全部自分の見てる前でやってくれるみたいなね。で、やっぱね、安いところに安いモラルが付きまとうなと思ったわけなんですよ。まあ、それで今回のエピソードなんですけども、あの令和たけちゃんがね、すごいスクープをね、あの NHK に先駆けてやってくれました。 NHK もこういうのをね、その取材力と、あのなんですかね、情報力生かしてやらないといけないのに、やってないですよね。だから取材の力ないな、 NHK はな。利権の力しかないな。令和たけちゃんね、実はね、今回ね、九州協立大学の生徒が、なんかそのここを一番というカレーのチェーン店があるでしょ、私しばらく行ってないですけども、これを機会にもう二度と行くことはないと思います。あのココイチでバイトしてた九州共立大学の生徒、バイトがですね、なんかそのこの毛を抜いてですね、陰毛を抜いてですね、でカレーに振りかけていたと。それをなんか動画で撮ってツイッターかなんかに上げたんでしょ。でそのカレー誰が食べたんですかね。かわいそうですね、ココイチに行ってる人。ココ一番っていうのは、こういうふうなバイトを採用して、そうやってね、トッピング、頼んでもないようなトッピングをお客さんに提供するということで、ここ一番、いやー、行かねえぞ、もう。二度と行かない。九州共立大学はね、学校でそういうことを教えてるんだなと。ね、バイトに行って、そこで、お前自分の毛を抜いてね、トッピングしてやれと。九州共立大学の、どの講義がそんなことを言ってるのか、抗議しないといけないですね、これはね。九州共立大学、本当ろくなもんじゃないな。早く潰れた方がいいんじゃないか、ここは。九州共立大学、終わりだよ。まあ、そういう先生方がいるんでしょうね、きっとね、こういうところにはね。お疲れ様でした。まあ、ということで、令和たけちゃん、バイトテロをした加害者が在籍している大学前で喧嘩状との抗議ということで、このね、令和たけちゃんの動画を見て、私もね、こんな事件があったってことを知りまして、ココイチと縁を切るということでございます。いやー、本当にね、低価格のところにはね、こうやって安っぽいモラルがあるんで嫌なんですよ。だから私ね、そのワンコインをバカにしたりとかね、その安いところを行かないとかね、そういうことでね、いい気になってるわけじゃなくて、こういうことが起きてるんですよね。だからアルバイトの採用基準が低いんで、まあ、こういう人が入ってくるわけですよ。だからきっちりと修行して、お客さんのためにとかね、その自分の仕事に誇りを持ってとかっていう風なところになると、もう自然と高くなるわけですよ。社員の教育代とかかかってきますからね。だからそういう風なところに敬意を表して、私は外食するんだったら高級店がいいなと思ってます。ますます今回みたいな事件があるとね、安いところには安いやつらしかいないなっていう風になってくるじゃないですか。10羽人からげにね、するつもりはないけども、10羽人からげにするような事件を、まあ、こういうところが起こすわけですからね。ここ一、さようならですよ。いってらっしゃい。